はい、アコギチャンネルです。今日は F コードの説明をします。 F コードは難しいコードでよく挫折するコードの一つと言われています。特に初心者の方は F コードで挫折する人が多いとよく聞きます。ただし F コードもコツを踏まえて練習すれば早く弾けるようになりますので、今からコツを説明しますので、ぜひチャレンジしてみてください。まず F コードの押さえ方から始めます。中指を3弦の2フレット目に、小指を4弦の3フレット目に、薬指を5弦の3フレット目に、そして最後に人差し指を6弦から1弦まで覆うように置きます。これが F コードの押さえ方です。次に F コードを押さえる順番を説明します。まず中指、小指と薬指を同時に押さえる、そして最後に人差し指を押さえる、この順番です。中指、小指、薬指、人差し指。小指と薬指と人差し指はもうほぼ同時なんですけれども、若干小指と薬指が早いというような感じです。次に肘の角度ですが、横腹に近く置きます。こう離すのではなく横腹に近い角度がベストポジションです。次に手首の位置ですが、指が立つように、中指、薬指、小指が立つ、そして人差し指が一本きれいに置けるような位置に手首を持っていきます。あまり出しすぎても良くないし、引きすぎても良くない、ちょうどきれいに押さえられるような位置に置きます。次に F コードを押さえる練習の順番を説明します。まずはじめに中指と小指と薬指だけを押さえます。そして5、4、3弦の音がきれいになるようになるまで練習します。5、4、3、これがきれいになるようになってから人差し指を押さえて練習します。この人差し指は6弦と2弦と1弦この3弦が鳴れば大丈夫です。全部人差し指で全部を鳴らそうとするんじゃなくて、6弦と2弦と1弦この3弦だけを鳴らすようにしてください。そのコツなんですけれども、6弦は人差し指のこっちの左側で押さえるようにします。人差し指のここら辺ですね、ここら辺で押さえるようにします。で、2弦と1弦ですが、ここの第二関節、人差し指の第二関節あたりのこっちの左側で押さえるようにします。そしてギュッと力を入れるというよりも、後ろの親指と人差し指でこのネックをギュッと挟んであげるような感じで押さえます。そうすると2弦、1弦、6弦、2弦、1弦がなります。先ほど説明したように肘の角度もバレエコードを弾く上では大切です。肘の角度が開いていくと6弦、2弦音が汚くなってしまいます。なぜかというと、
人差し指の正面は肉が柔らかくて弦が押さえにくいので音がうまくなりません。なのでこっちの左が硬い部分ですね、骨に面している硬い部分で押さえるとバレーコードは鳴りやすくなります。そのためにはどうしたらいいかというと、先ほど説明した通りに肘の角度が関係してきます。肘の角度を開いてしまうと人差し指の柔らかい部分が当たってしまうので鳴りません。ただ肘をこう近づけていくと音が鳴ります。人差し指の左側の側面に当たるようになるので音が鳴りやすくなります。鳴らないんですけども、肘を近づけると人差し指の左側の側面に当たるので、硬い部分に当たるので音が鳴るようになります。なので2弦が鳴らない人、1弦が鳴らない人はこの肘の角度を注意してみてください。 F コードのおさらいをします。まず中指、小指、薬指、人差し指を置いて肘は開くのではなく横腹に近づけて6弦から弾きます。今日はこれで F コードの説明を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。